私は一般社団法人さくら青年会議所の理事長を務めております垂水源太と申します。今さくら青年会議所では39代として理事長という本場所に勤めさせていただいております。私たちの活動エリアは柴田郡4町からなっております。私たちの活動エリアは四季折々に花々が咲き誇り、春、夏、秋、冬と常に彩りを加えてくれています。その中で私たちさくら青年会議所が一番特産品として力を入れたというところであれば、このにゃんこけしの部分が強いです。このにゃんこけしは大河原にあります家具屋さんが作っているもの。そしてこのにゃんこけしというものを広めたのも私たちさくら青年会議所だと私たちは感じております。また大河原には和豚、もち豚というものを私たちの方でも進めておりまして、今町の方の特産品として扱われております。いただきます。うまい。やっぱりうまい。日本一ですね。現在さくら青年会議所では13名となっております。そして目標としています、今年度を目標としています入会数に関しましては5名というところに、で本年は今3名の入会が決定しております。そして仮会員という形で今6名入会予定者としております。未来に向けてというところで私も考えさせていただいて、このさくら青年会議所がどういうふうな未来を描けるかなというところですごく考えさせていただきました。私が入会した時っていうのは40名という多くの仲間たちがおりました。しかし年を重ねるごとに、この会員というものはどんどん減少しているのを目の当たりにしてまいりました。本年、私たち福田青年会議所として、全員で会員拡大に取り組むということ、また、同じブロック内で拡大に成功しているところの資料や、その説明を受けるということもさせていただきました。これからのさくら青年会議所は、今までの私の知っている頃の40名、50名という中堅のクラスのロムにまたなっていただいて、よりこの地域を発信してもらいたい、そういうふうに思っております。またここで多くの行事や事業、そういったものを行っていただいて、その時に私もこの未来の中に立たせていただければと思っております。平和を変えない。